さあやっていきますか。第3戦、第3戦については、どんな相手に対しても素早くバディーズ技を使って戦おうというルールですね。で、相手はキクコを選ぼうかと思います。まあ一般のゲームの四天王の順番の通りですね。でね、ちょっとこの3匹で行こうと思ったんですけど、さすがにパワー不足すぎる気がするので、ちょっと変えようかな。氷アタッカーまともなのがね、第5パンとジジイしかいないんですよ。第5パンで行くか、ちょっと。第5パンに変えるわ。なんか不安になってきた。で、なんかキクコ特殊技使ってきそうだから、特防を上げられるね。もみちゃん。あとこいつは数合わせですね。特になんかしてもらうつもりはない。数合わせ。これで行くか。第5パンだったら多分一人でクリアできるからな。壁がいれば多分大悟さんがなんとかしてくれるっしょ。ただ大悟パンここで使っちゃうの痛いかもな。今後大悟使えねえからな。まあもうメタグロス大悟は使えるんだけど。やべえ、なんか今押し遅れた。相手が1個技打つ前に3つ打つのが基本なんだけど、まあなんとかなるか。大悟がクソ強えから多分なんとかなるんじゃないかっていう。これであられが降ってクールに行こうのね、能力上がるんですよね。い全然当たんねえ。もう一回使っとくか。あ、待って、結構いけえぞ。今回バディーズ技を打てまくるっていうルールなんだけど、毒にしてんだよな。待って、まず素早さ6段階、やっぱあれか。HP 減らして素早さ上げるやつか。ビビった、何事かと思ったわ。全然当たんねえじゃんこいつ。でもなんかいけそう、普通にひるませて。天候ダメージもなんかまあまあ入ってるっぽいしな。なんか全然技当たんねえけど、そんなもん。あー強い、強いけどこれ実は結構、急所お前さ何やってんだよ、全然当たんねえしやべえわこれ。実はやばいのか、実はやばいのこれ。まずこれとりあえずこれ倒そうぜ。ひるませた、やばいのか。実はベノムショック、ベノムショックじゃ死なないだろ、死ぬこれ。あ、全然大丈夫だ、全然じゃないけど。これ待って、これ倒さなきゃ負けるんじゃね、倒せ。あ、負けたわこれ多分。ひるましたけどバディーザーと飛んでくるから。待って、負けた。ちょっと強いな、キクコ。キクコが強いっていうか、俺が相手を舐めすぎかこれ。アンズとか連れていける相手じゃなかった。なんかキクコ強えぞ。ちょっと強えぞキクコ。やべえかもしんねえ。なんとかなるかな。メンツを変えるべきな気がしないでもないような、なんとも言えないような。先に真ん中倒しちゃってもいいのかな。まあでも端っこから倒すのがセオリーっちゃセオリーだから、ま、バディーズ技は真ん中を狙おう。ちょっとこれね、あられダメージ食らっちゃうんだよねみんな。そこが美味しくないとこ。お、毒になった。初手毒はでかいんじゃない。やべえ、なんかグダグダになってる。はい、これ食らった後に回復させると。入りすぎこんな入る、大したもんだよね。これ HP 減らしてくれるからありがてえんだよね。真ん中狙いに行くか。ちょっとありがてえんだこれ。 HP 減らして、これヒルマスターでかいんだよな。でバディーズ技で真ん中倒せるんだけど、真ん中倒すと高火力範囲技をしてくるから、なんとも言えないとこなんだよな。隣のやつをワンパンしてつらら落としでゴルバット狙うか。それでいいや、多分これ逃げ切れる。ここまで来たら多分隣のやつワンパンできそうな気がするから、バディーズ技でできるよな。あ、ギリ足んねえけど、ここまで来たらもう倒せるからな。多分いける、多分。あとはスララ落としを真ん中にぶつければ倒せるくらいの HP じゃないの。どうなんだ、多分いける。ハピナスがここで倒されてもバディーザザー打つまでにあと2ターンかかるし、いける。これ倒したろ。あ、オッケーオッケー。危ねえ、第5パン強くてよかった。
ね。でもちょっとな、大悟パンでこんだけ苦戦したか。いや意外とこの比較後半きつくなるかもな。俺今回星5アタッカー結構大量投入してますからね。あーで次4戦目か。どんな相手に対してもなるべく味方が倒れないように守りながら戦おう。まあ味方が死ぬと能力がみんな下がるみたいな感じですね。で今回フェアリー弱点なんで、渡るフェアリー弱点って初だよね。で使おうと思ってるのがことね、ねじき、道太くんはね、こう見えて結構こう見えてというか、まあ、原作のまんまなんだけど耐久がまあまあ高いんですよね。でテレキネシスって技で相手を回避不可状態にできるんですよ。でプリンがね、技のこのメイメポのジャレスクが微妙に命中不安なんで、これをテレキネシスでサポートしようかなといった形で、こいつはなんかあんま意味ないけど泥かけとかで相手の命中を下げて、まあ、ちょっとサポートしてもらおうかなと思っております。よしやっていくか。プリンはね、とつってないんだよね。対戦よろしくお願いします。分析完了って何なのこれ、わかんねえ。この効果、分析完了の効果がわかんない。なんだこれ、防御特防を上げる。ああなるほどね。まあいいや、ノーマルタイプになるってこと。まあ、いきなりまひりやがったこいつふざけやがって。まあとりあえず火力を上げよう。でテレキネシス使っとくか、帰るように。攻撃どこ1段階しかなんか状態異常だから、なんかの時にあれだったよね。バディーズ技ちょっと真ん中に打つようにしようか。これなんか自分が眠ってるとバディーズ技のパワーが上がるんじゃなかったっけ、プリンって。そっから眠る、眠りじゃねえ、トロかけて命中を下げながら抑圧タールとか使ってんだけど、こいつマジかよやめろよ抑圧タール、これ泥かける意味全くねえじゃん。まあでも打たないよりかも。え、当たんないの。こいつもテレキネシス使うか。使えばよかった、海流だけに使えば OK と思ったけど。あでも結構やばいかな、どれぐらい入る。え全然入んねえ、こんなもん。えこれダメっぽくね待って、全然ダメっぽくないか。ゲージ全然たまんねえから、これプリンがさゲージ全部使うしかないじゃん俺プリンのスペック全然当たんねえしおやべえこれ、だって全然ダメだちょっとな、これもチーム変更を考えた方がいいかもしんねえ。あれこれあれか、バディーザー打ってんのか。待てよこれちょっとやばいかもな。テレキネシスを使うという発想もありだったが、ネジキが思ったよりさっさと死んでしまった。あダメだこれ、これダメ、絶対無理だ。こっから相手が一回も動かないとかじゃなきゃ勝てないから、やるだけやる。これで死んだよね。ちょっと思ったより強え渡る。待てよ、ちょっと考えさせてくれ。ちょっとよし、チーム変えてきたわ。ドダイドスを入れてきました。こいつディフェンダー陣で味方の防御上げられるんで、あとこいつ自身もね、かなり防御が高いキャラなんですよ。あと、私に任せてね、味方の HP を最大まで回復する、まあ、回復の薬みたいなことができるのもあって、まあ、結構いいんじゃないかと思っております。これでいくか。光はちょっと最終戦で使おうかなと思ったんだけど。やばいな、でも結構星5結構投入しちゃってんぞ、バンバン。マジで後半詰むかもしんねえ。大丈夫かな。これ分析完了で今使ったらこれ失敗する説ない。大丈夫か。お、ディフェンダーの技回復したか、いいね。あーでもなんか そんなことないな。テレキネシス使っとくか。全員え、これ回避くのって永続なのかな、受けられない。それか1回だけもしかして。お、オンステージの回復したか。お、硬いね、さすがに。あとバンギが倒すか、なんかバンギ強そうだし。でバディーズ技押して、お結構入るじゃん。オンステージもう一回使っとくか。あそう、これなんかね、相手にバディーズ技後眠り不要っていうのが結構強いんだよね。相手に眠らせんだよな。忘れてたけど結構強いんだわ。あーなんか時間制限あるっぽいね、このテレキネシスは。でドダイトスは HP 減ってきたら回復できるから一回。どれぐらい入んの、結構痛い。いやまだ粘れるだろ、これまだ粘れるわ。オッケーオッケー、とりあえず端っこ倒して、
あ、バリアスの真ん中でよかったな。俺回復しとくかちょっと早いけど。不安だわ、ちょっと。不安だから。で、テレキネシスを使いましょうね。カイリギリーラン。マジカルシャイン倒せるかな？あべえ、全然カイリューじゃない方に行ってた。グダグダ。グダグダだけど、なんとかなりそうな感じもある。おぉ、いいじゃん。ここからじゃれつくレンダーでいけるはず。あー、オッケー、全然勝てえば、こいつ。テレキネシス使いたいけど、ゲージが足んねえからな。いや、土台塗装を壁にする作戦は大成功っぽいけど、ただこんな早く土台塗装を使ってしまってよかったのかという不安が、おい。ちょっとあれだけど、テレキネシス使うかなんかすげえ。ゲージ全然たまんねえけど、遅いな。みんな確か素早さが結構遅いんだよね、このメンツ全員。プリンがどうだったか思い出さないけど、確か全員遅かった気がする。オッケーオッケー。で、あとゲージ1回使ったら、技1回使ったらバリューザ使えるから、もう打っちゃうか。向こうに先にバリューザ使われるけど、さすがに全員ワンパンされないだろ。ドダイトスはなんか粘り切れそう。こんなもんだね。これ眠るかな相手。あ、強い、倒した。いや、でもなんかこれ普通にきつかったな。プリンもね、フェアリーアタッカーとかフェアリーがかなり少ないんですよ、このゲーム。しかもアタッカーってなるとまともなのプリンしかいないから、プリンしかいないゲームってわけわかんねえけど、プリンしかいないんすわ。いや、でも結構苦戦したな、思ったより。まあ、ちょっと今回グリーン戦まで行かず、ここで一回キャラクター紹介に入りましょうか。キャラクターって言っちゃうな。バディーズ紹介行きましょうか。どこだ、第5パンいた。第5パンはね、今こいつ一突なんですよね。技レベルが 2でもね、結構十分強いんだよね。で、取ってるスキルがこんな感じで、基本的にね、つらら落としの威力を上げてますね。あとはつらら落としのひるみ、つらら落としが相手をひるませる可能性のある技なので、ひるんでる時にバディーズ技とか通常、まあ、つらら落としかの技の火力が上がるみたいな感じかな。あとはこいつってバディーズ技打った後あられになるので、あられ時に HP が回復するようなものをつけてますね。この構成だけでね、まあ、2突した方がもちろん強いんだけど、1突でも十分性能発揮できるぐらいこいつはスペックがありますね。貫突させる、貫突か2突かさせると、つららばりで相手凍らせるようになったりとか、あとはね、つららばりのヒット数が最大になったりするんだけど、まあ、ただこいつつらら落としがやっぱメインウェポンだから、つららばりの最大ヒットはそこまでって感じかな。はい。で、次がね、プリンとドザイトス。で、あいつらはね、一応ボード取得してるんですけど、技レベルがまだ低いんで、大したオーロは取れてないですね。技レベル1なんですよ、こいつ。まずヒカリちゃん。ヒカリ自体は結構強いんですが、今はちょっとグリーンとかが強すぎて、少しなんか壁としての評価が下がりつつあるかな。って言っても、回復の薬みたいなこと使えるのこいつだけなんで、かなり貴重なキャラではありますね。取ってるスキルがこんな感じ。まあ、とつってないんで大したものは取れないですね。ディフェンダー G の技ご技回復とか、私に任せてを使った時に味方の防御上げるとか、まあその程度。まあ、あとは単純にステータスアップメインかな。まあ HP をね、30上げられるだけでだいぶ硬くなるとは思うので、耐久はなかなかになってるはずですね。で、最後がプリン。こいつも技レベルが1なので大したものは取れてないんですが、こんな感じのボードになってます。で、まあじゃれつくとかマジカルシャインの威力を上げて、あとは技ご技ゲージって、これマジカルシャインとかじゃれつくった時に 40% の確率で技のねゲージが回復するみたいなものを取ってますね。プリンもまあまあ強いっていうか、フェアリーアタッカーが貴重なんですけど、あとかなりステータスも高いんだけど、ただフェアリーが欲しいって場面がそんなないからな。だからあんまりとつらなかったんだけど、まあ、今考えるとこいつ限定キャラみたいなもんだし、とつっておいてもよかったかもしれないですね。まあ、ただ飴を使うほどではないかなといった印象です。はい、そんなところですかね。今回ちょっと苦戦したな。ということで、次回バトル戦やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。